今回の再発見は天神ビッグバン2023年冬総集編をお送りします。まずは天神西通りときらめき通りをご紹介します。福岡再発見天神ビッグバン。皆さんこんにちは。夜の天神西通りからきらめき通り、メルヘン通りを今回ご紹介します。まず天神西通りを車でスタートします。福岡の今を知りたいと思ったら天神西通りを歩いてみれば分かってしまうと言われるほど、トレンドの詰まった長さおよそ450メートルほどの通りです。しかしこちらの天神西通り、昨年から異変が起きています。ブランド通りとされる福岡市天神の天神西通り周辺から有名店が次々と姿を消していると言われているそうです。ちなみに福岡市天神でデパートなどを除く商業ビルの空室率が 1% 台から 5% 前後へ3倍から4倍も上昇しているとのことです。西通りの周辺だけで20カ所以上の空室があるとのこと。気になるニュースですね。福岡再発見、夜も天神ビッグバン、今日はきらめき通り、短い距離ですが歩いてみます。さて次はきらめき通り西口交差点からきらめき通りに入っていきましょう。こちらのきらめき通り、夜も大変にぎやかですね。きらめき通りを改めて紹介しますと、きらめき通りは福岡県福岡市中央区天神2丁目のきらめき通り東口交差点からきらめき通り西口交差点までの通りの通称です。全長はおよそ約250メートル、片側一車線、正式名称は市道天神18号線。今回は天神岩田屋さんのウィンドウを覗きながら進んでみましょう。ビオロが見えてきました。本当に短い通りです、コメントも短く。そしてこちらきらめき通り中央交差点、4つの大型商業ビルに取り囲まれ、マスコミでは天神で最も歩行者が多い交差点と紹介されたこともあります。それではきらめき通り中央交差点を進行方向から左折してメルヘン通りに入ってみましょう。通りの中央には博多商人が天神に進出してできた新天町があります。こちらはサザン通りです。西鉄福岡駅北口正面交差点から天神西通りの西鉄グランドホテルまでを東西に走る通りです。全長約240メートル、ラウンドワンや台東ステーション、セガなどのアミューズメント施設が多く、若い人の利用も多い通りです。名前の由来となったメルヘンチャイムの時計台が今日のゴールです。それでは2022年に発表されたこの衝撃的なニュースをちょっと振り返ってみましょう。
午後7時ですが、ご覧のように車も人通りも多い天神です。そしてこちらが天神ビッグバンの本丸、夜のパルコです。一つの焦点となっていたのはですね、こちらパルコ本館の建て替えです。2022年11月30日パルコ西鉄などは福岡市天神の商業施設福岡パルコや新天町商店街を一体的に再開発すると正式に発表しました。再開発する区域はおよそ22,000平方メートル、商業施設やオフィスなどが入る複合ビルとして2030年度の開業を目指すそうです。現段階のイメージでは低い階には商店街、商業施設を作り、新しい文化、芸術を感じられる複合施設を目指すとしています。ビルの高さや事業費などは未定で、関係者は詳細計画は福岡市と協議しながら詰めていくとしています。すでにこの辺一帯がですね、2030年複合施設として生まれ変わるということです。福銀ビルもクリスマス仕様となっています。新天町商店街の入り口です。新天町商店街は市の中心繁華街である天神地区にあります。先の大戦後の昭和21年に創業、現在は地下も含めて約100店舗が営業しています。新天町南通りの入り口です。新天町の関係者などは、今回の複合案は天神ビッグバンの目玉の一つとなり、老朽化している建物の建て替えなどによる安全性の向上だけではなく、町のにぎわいの創出を目指したいとしています。また気になる開業の日程なんですが、パルコの広報などによると、開業は2030年頃を目指しているが、変わる可能性もある、建て替えのための閉館の時期も決まっていないということです。この2022年の年末に発表された複合案、当事者で一番影響を受ける新天町はそもそもどんな商店街なのでしょうか。そして新天町から見た複合案を考えます。現在このように活気のある商店街である新天町、しかし昭和20年天神地区も福岡大空襲で大半が焼け野原となりました。終戦から間もなく、西日本新聞社の戦後対策本部が西日本厚生商店街構想を提唱。当時焼け跡には自然発生的に闇市ができていましたが、その闇市とは一線を画し、専門店主が商業道徳の下で商品を売る意図が込められていました。これが新天町の始まりです。昭和21年10月15日に落成式が行われました。西日本厚生商店街という名称では堅苦しいということで、新しい天神町ということから新天町と名付けられました。終戦からわずか1年とちょっと、新天町の誕生は天神地区の本格復興への第一歩となりました。現在新天町商店街は福岡市の都心で最大の繁華街です。約8400平方メートルの敷地に地上3階から5階の建物が並び、現在は地下も含めて約100店舗が営業していますが、施設の老朽化が進み、
再開発に向けた検討が進んでいました。その新店長が天神ビッグバンで大きく変わろうとしています。福岡市は2022年11月30日に天神2丁目南ブロック駅前東西街区において新店長商店街をはじめとした5社共同の複数街区にまたがるプロジェクトの計画概要書を受理したことを発表しました。この計画では新店長とパルコ本館新館のすべてと西鉄福岡天神駅ビルの一部を取り壊して東側と西側の敷地を一体化し複合商業ビルを建設するとしています。イメージ図によると新店長商店街のシンボルからくり時計があるメルヘン通りは歩行者専用の通路となるようです。ちなみにメルヘン通りについてちょっと詳しくここで紹介しましょう。福岡県福岡市中央区天神2丁目にある通りの通称で、通りの最南部にあるきらめき通り中央交差点はビオロ、岩田屋新館などの大型商業ビルがあります。マスコミでは天神で最も歩行者が多い交差点と紹介されたこともあるそうです。通りの由来となったメルヘン時計台は昭和56年新店町商店街創業35周年を記念して設置されたからくり時計です。平成8年に商店街創業50周年を記念してリニューアルされ、高さ17メートル幅25メートルの大きな時計塔となりました。さて計画では福岡パルコ本館と新館、新店町ビル、西鉄福岡駅ビル、新店町商店街を一体的に再開発し、商店街、商業施設を低層部に構える複合施設を開発します。計画地は東西2つの2街区に分かれており、東街区は約7900平方メートル、西街区は約5900平方メートルです。現在の時点の築年数を見てみますと、東街区の主な建物の築年数はパルコ本館三井住友銀行が築約86年、パルコ新館が築約46年、西街区の方は新店町商店街が築約56年から68年となっています。そして東西街区区域面積は合わせて約 2.2 ヘクタール2030年度の開業を目指しているとのことです。5つの組織5社が発表した将来構想のイメージ図によると、交通環境を改善のために駅前の滞留及びにぎわい憩いの空間不足を解消するために、現在細かく分かれている街区の再編を実施、敷地が一体化し大きくまとまることで大規模な敷地を生かした施設の導入や老朽化した建物の耐震性の向上を図ります。そして広場や地上の貫通道路や地下通路、上空通路時の歩行者ネットワーク、駐車場共有車路の東西接続などについて、東西の町が共同で整備を行うことで複数にまたがる段階的連鎖的なプロジェクトになるそうです。福岡市は2015年に天神ビッグバンをスタートして容積率を緩和するなどの優遇措置によってビルの建て替えを促してきました。優遇措置を受けるには26年までの完成が必要ですが、大規模な再開発は特例として2022年年末までに計画概要を提出すれば、その後の完成でも優遇措置を受けられることになっていました。このためパルコなどは具体的な再開発の規模や内容が
詳しく決まらない中で滑り込みで計画概要を提出したと現在のところは推察されます。一足早く2023年1月に完成、一部オープンした天神ビッグバン関連のビルがあります。そのビルをご紹介します。福岡市天神の旧大名小学校跡地に建設された複合施設福岡大名ガーデンシティで、全面開業を前に施設の一部が2023年1月20日にオープンしました。福岡再発見天神ビッグバン。再開発が進む天神ビッグバン、その地区で最も西にあることから、複合施設福岡大名ガーデンシティは天神ビッグバンの西ゲートと位置づけられています。都心の憩いの場であると同時に、新しい文化や情報を発信する拠点となりそうです。ちょっと明治通り側から午後1時のイベント前ですが、中に入ってみましょう。1月20日に公開されたのは、旧大名小学校の跡地に竣工した高層ビルと校舎の一部を保存した建物との間に作られた広さ約3000平方メートルの芝生広場です。イベントホールやベンチも設置され、市民の憩いの場として一般開放がスタートしました。4月6日以降、店舗が順次オープンし、広場は今後九州にゆかりのあるアーティストの発表の場としても活用されるということです。旧大名小学校の運動場は今回福岡で最も新しいスポットに生まれ変わりました。開放的でいいな、小さい子供を遊ばせたいなという声が上がっていました。福岡再発見天神ビッグバン。そもそも福岡大名ガーデンシティとはどんなビルでしょうか。今度は大名小学校側から入ってみましょう。明治時代の初めに開校した大名小学校は福岡市の小学校で最も古く、総理大臣となった広田弘毅らを世に送り出しました。児童数の減少で2014年に閉校となり、校庭を駆け回る子どもたちの姿が消えていました。福岡市の再開発事業天神ビッグバンでは、2番目に位置づけられるこのビルは、高級ホテルザ・リッツ・カールトンが九州で初めて営業開始するのが目玉となっています。去年、複合ビルの名称が福岡大名ガーデンシティに決まりました。かつて大名小学校のグラウンドだった場所は緑豊かな広場になり、子どもたちが遊べるモニュメントなどが設置されています。複合ビルの大きさは地上25階、地下1階、高さ約111メートルで、上層階には九州初進出となる外資系の高級ホテルザ・リッツ・カールトンが入ります。162の客室に6つのレストランとバー・ラウンジ、スパやプールなども完備されます。3階と5階から16階はオフィスフロアとなっていて、ワンフロアの面積は2500平方メートル以上、感染症対策や高度なセキュリティ機能を備えます。敷地内には人々が交流する場所をコンセプトに広場が設けられ、若手クリエイターの発表の場となるスペースを設けるほか、高さ 1.6 メートルほどの大駒犬が設置されます。繰り返しになりますが、ビルの特徴を再びまとめてみました。九州初のラグジュアリーホテルザ・リッツ・カールトンホテルを誘致、ワンフロアの占有面積が2500平方メートル以上のハイグレードオフィスを設置、旧大名小学校南校舎のスタートアップ支援施設と連携した創業支援・人材育成環境の提供、
およそ3000平方メートルの広場やワーキングスペースなどを通じた世界や地域との多様な交流拠点、これらがビルの特徴として挙げられます。このように都心部の新たな交流拠点として期待が高まる福岡大名ガーデンシティ、1階に入居するアパレルなど3店舗のみ4月6日に開業し、飲食店など15店舗は6月8日に開業、17階から24階に入居するザ・リッツ・カールトンホテルは春以降の開業で現在調整しているということです。そしてパルコ複合施設と並ぶビッグプロジェクト天神コア西鉄本社ビル跡地の再開発も進んでいます。次はこの計画を見てみましょう。その前にチャンネル登録よろしくお願いします。福岡再発見、夜も天神ビッグバン。西鉄福岡駅が見えます。天神ビッグバンとは一言で言うと、容積率を緩和して現在の規制よりも大きな建物ができる特典を与え、再開発を促す制度です。天神コアは天神コアから天神ビブレ福岡ビルの3つのビルを建て替えて1つのビル、つまり大型複合ビルとして開発するそうです。この計画は福ビル街区建て替えプロジェクトと言われ、2024年12月の完成を目指して建設が進んでいます。ところが西鉄福岡西鉄本社前になりますと、このようにですね、低い壁になります。中を覗いてみましょう。東西約80メートル、南北約100メートルで、およそ8600平方メートルの計画地に、地上19階、地下4階建ての高さ約97メートルとなる大型複合ビルは、繰り返しになりますが、2024年12月に完成する予定です。最上階の19階には博多湾を一望するルーフトップバーと、ライブ感のある食事を楽しめるオールデイダイニングを、明治通りに面した1階にはカフェバーをオープン、また6階のスカイロビー階に設けられた多目的ホールは文化発信拠点としてあらゆるイベントに対応するそうです。そしてこの地区の天神ビッグバンの進捗状況で非常に稀な事態が起こりました。夜も天神ビッグバン番外編です。市役所の別館が姿を消しています。ご覧のように先ほどのルートとは違ったこちらのルートから見るとですね、天神コア跡地、今ですねクレーンが林立 1,2,3,4,5 5本していますね。そして現在夜9時を回っているんですが、まだ動いていますね。クレーンの、何か、滑車というか動いています。でこちらが、こちらから見てもですね、やはりかなりイムズのですね高さ半分、約半分の高さになっています。このように解体が、着実に進んでいます。このチャンネルがいいねと思ったらいいねボタンを押してください。またチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。天神ビッグバンでは
非常に稀な神様のお引っ越しも行われようとしています。ビルの谷間にこちら水郷天満宮があります。天神の名前の由来となった古い神社です。水郷天満宮は福岡市中央区天神一丁目にある天満宮の一つです。この神社の由来は菅原道真公が京より太宰府に左遷される途中で博多に上陸、今泉にある川の水面に自分の姿を映し、水面に映る自身のやつれた姿を見て嘆き悲しんだとされています。これにちなんで現在の中国今泉に社殿が建造され、水郷天神と呼ばれたそうです。そして江戸時代初期の慶長17年1612年、福岡藩初代藩主黒田長政によって水郷天満宮として福岡城の鬼門にあたる現在の地に移転されました。ちなみに天神とは菅原道真のことを指し、福岡市中央区の天神の地名はこの天満宮に由来するといいます。さて、今回の水郷天満宮の引っ越しをそもそも招いた天神ビッグバンの内容をご紹介します。対象エリアは天神の東の端で、東西に伸びる明治通りと昭和通りに挟まれた約 2.5 ヘクタール。構想は西鉄所有の毎日福岡会館を解体後に神社を移転し、周辺は国の重要文化財に指定されている赤レンガ文化館と一体化した水辺公園を整備する。さらに神社跡や周辺のビル群を複合ビルに建て替える方向で協議しているそうです。複合ビルの規模や機能は未定です。天神の東のにぎわいの拠点にふさわしいオフィスや商業高級ホテルを視野に検討しているとしています。一方で水郷天満宮のすぐそばで飲食店が軒を連ねる博多名物うまかもん通りは、平日のランチの時間帯には近くで働く人たちで混雑します。再開発計画には戸惑いの声も上がっていました。天神ビッグバンは条件を満たした再開発に対して容積率を上乗せする特典を与え、ビルの高層化を促す事業です。26年末以降は特典の一部がなくなりますが、複数街区をまたぐ大型開発は22年中に市に計画概要を提出することで特典が延長されるということです。そのため福岡中央郵便局とイオンショッパーズ福岡が一体開発、新天町商店街と福岡パルコも一体開発、これらが年末に相次いで申請がありました。天神ビッグバン水郷天満宮の移転についてお伝えしました。最後に、一度衰退した町を再び活気あふれる町にするために奮闘しているこちらの町を紹介して番組を終わります。この番組がいいねと思った方、ポチッといいねボタンをお願いします。それからチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまたお楽しみに。親不孝通りとは、福岡市中央区天神北西部を南北に走る市道です。今日はこの親不孝通りの現状を撮影しました。天神ビッグバン番外編。親不孝通りは福岡市の七つ通りから昭和通りまでの約390メートルの区間です。親不孝通りという名称は1970年代当時、通りの北部長浜公園前に水木学園、
九州英数学館という地元の予備校が運営され、浪人生が集まる町として付けられた通称でした。1980年代後半から1990年代初頭のバブル時代には若者が集まる繁華街としてにぎわい、中洲がサラリーマンの夜の街ならば、親不孝通りは若者の夜の街と呼ばれていました。しかし、にぎわう一方で犯罪なども増加。1993年には長浜公園に舞鶴交番が設置され、2000年に親不孝通りと紛らわしいのですが名前を変えましたが、治安は回復したものの、若者を中心とするにぎわいは戻りませんでした。そして愛着のある親不孝通りへの名称復活運動が起こり、2017年に元通りの親不孝通りへと名称が戻りました。今の街を見てみますと、昔のにぎわいが夢のようです。栄枯盛衰、福衰盆に帰らず、いろいろな言葉が浮かびますが、今はもう寂しい街となってしまいました。この番組がいいなと思った方はいいねボタンをよろしくお願いします。それからこの番組チャンネル登録していただけたらモチベーションも上がって嬉しいです。そしてメッセージ待っています。どんどんメッセージ書き込んでください。よろしくお願いします。